ワンピースマジ知らんのよな。なんかゾロ、ロロノはゾロやっけが、なんかあの砂利まみれのおにぎり食ってるとこしか知らん。ほぼ1話なの。ワンピース見てなくてもさ、物自体が人気すぎてこれはこういうキャラでみたいなわかるやん。ルフィに関してはツイッターとかでホラー画像ばっかり回ってくるから最低なイメージしかないねん。なんか女は殴るみたいな感じだ。ルフィって名前だけで特徴を当てる。ルフィはゴムゴムの実の能力者なんじゃないの。だから全身ゴムになるから、コナン君のさ、アガサ博士が作ったさ、めちゃくちゃ伸縮自在のベルトみたいなんで、映画で使われてんだけど、ああいう感じじゃないの。ゾロとかがピンチになった時にルフィ一回引くぞみたいな感じで、ルフィがパラコードみたいな感じに変身してゴムやから、ルフィをゾロの腰とかに巻いて一旦逃げるみたいな、そういうつなぎの役割なんじゃないの。そういうのじゃないのかな。確かに船長つなぎ、船長なんや。ルフィって船長をつなぎに使うのはちょっと違うか。そんなに人気なわけないもんな。じゃあそんな漫画でルフィが人気になるわけないもんな。ルフィ今回も頼んだっつって、おお任せろっつって、ルフィがロープとかに変形してゴムの特性を生かして、だから秘伝要因みたいな、ポケモンでさ波乗りとか覚えさせられてるビッパおるやん、あの感じやと思ってるけど違うんや。ルフィは秘伝要因よ。ルフィ秘伝要因、ナミ巨乳、ゾロ砂利おにぎり、サンジは同人誌とかでしか見たことないからエロ親父の、その4人組のストーリーじゃないの。あとはもうマジで知らないです。チェンバーみたいなやつおらんかったっけ、あのちっちゃいげっしりみたいなやつ。誰だっけあれ、なんかラットみたいな、あチョッパー、そうチョッパー、あのげっしり、あれなんなん、あいつはマジでなんか殴られてるシーンとかしか見たことない。あれだろ秘伝要因。見た目見た目ビッパやん、見た目ビッパやから。ルフィが結構 DV というかみんなを雑に使う感じかな。おいてめえ空飛べっつって、へい帝京平成大学の回し者で、ワンピースに帝京平成大学出てくんの？トナカイなんや。まあマスコット枠どのアニメにも結構おるからな。ドラミちゃん的な感じか。ドラミちゃんはマスコット枠でしょ、あれは。モブやん、明らかに。原神のパイモンみたいな感じでしょ。グラブルの B 君みたいな。え？戦意なん？トナカイに治療してもらってんの？トニーチョッパー？めっちゃキモい区切られ方してるチョッパー。トニーとニーチヨッパー。これで覚えるわ。トニーとニーチヨッパー。ヨッパー。トニートニーじゃなくてもうトニーとの時点で嫌やもん。ヨッパー。でも俺チョッパーの声は知ってるわ。いやーでやんすーみたいなやつやろ。ヤンスじゃないっけチョッパーって語尾。それあれか。パワプロくんポケットのニダくんか。ステーキでヤンス。クリマツ。あれクリマツとチョッパー一緒になってるかも今。クリマツ国へ帰れっつって。チャーター機で輸送されるやつな。ドラゴンボールも俺マジでわからんよ。俺それで言ったら今ワンピースの話してるけど、それよりナルトの方が知らん。バニちゃん出てくるのしか知らん。 CR バニラとだってばよしか知らん。あそうカカシ先生、そうやカカシ先生、あれバニちゃんやろもう。あとピンクの髪の人ハルコみたいな。カカシ先生と渦巻ナルトしか知らん。サスケは分からんわ。サスケって言われたらあっちやわ。毎度サスケでございます。今回はチャレンジダンジョンレベル9初見プレイやっていこうと思います。え、ナルトも長いよね。俺なんかウサインボルトみたいなやつ出てくんのしか知らんねんな。ナルトのご子息みたいなやつやんな。ブリーチは家に全巻あるね。一回も見てない。ブリーチは俺そのうち見ると思ってる、見ようと思ってる。多分今年中に見るわ。じゃあ未来予知3ヶ月後何も見ずに今年終わってブリーチはまあ今年こそは見るでとか言って正月の配信で絶対見やんやん。てか俺ディズニー XD 見て育ったからおじゃる丸は結構見てた。まったりまったりのあれね、忍たま乱太郎とかも結構見てたね。スティッチは俺の友達がスティッチのモノマネうまいのしか知らん。スティッチ気性ない顔いや怒られるかな。スティッチクなんかちょっと生理的に無理や俺。はっふわしょわきやはがしょわふわみたいなやつやろスティッチって。いやちょっとバカにしてるわけじゃないんだけど、一重に俺の知識がないだけなんですけど、なんかはっふわふわふわみたいなやつやろスティッチって。てか怖ないスティッチの顔
あれ怖いぞ。ちなみにスティッチって名前が言いづらいし、みんなが多分さ、ドラゴンボールとか見てた間にさ、俺が見てるアニメ多分特殊やわ。トムとジェリーやろ、リセス僕らの休み時間、フィニアスとファーブ、キッドバーサスキャットとか。でもさ、ドラえもんとクレヨンシングチャングだけはさ、どんな小学生も見てた気はすんねんけど、どうなんやろ。そこだけは見てない。なんかクレヨンしんちゃんあれやからな、香港式で呼んでるからな。香港ってさ、こうやん。クレヨンしんちゃんはあれやからな、こうやからな。さくちゃんおはよう。ところでチョコミントは歯磨き粉だと思う？いや俺チョコミント好きやで。俺の友達にさ、チョコミント好きやけど歯磨き粉やと思って食ってるっていう人おんねんな。 Wait, what?パドゥーンってなった。普通にチョコミントって普通さ、歯磨き粉って言われたら怒るやん、好きな人って。だけどチョコミント歯磨き粉っていう理論わかる、やけど好きやわーっつってる人がおる。チョコミントは俺色で買ってるところはある。俺青色が好きなんですよ、結構色の中で。かなり一番好きな色に近いのがチョコミントのあのミントの色なよな。色で惹かれて買ってる節もあるかも。いや流氷カレーとか絶対食いたくない。あの青いカレーやろ、黒いあれは。最近スープカレーをさ、人生で初めて食ったんやけどさ、別に理解できんかったわ。あれ北海道のやつはうまいって聞くよね。それでも意味わからんわ。カレーは飲み物。デブの人がさ、まあ、デブの人って言い方ちょっとよくないか、ふくよかな体型をされてる方がカレーは飲み物っていう定型文を言ってくるけどさ、カレーを実際にその形容抜きで、そのそれっていわば言葉のあややけど、カレーをさ飲むことってできんのかな。デブだけどさすがに冗談、さすがに言葉のあやか。キーマカレー飲むの飲んでほしい。キーマカレーとか言っちゃ無理じゃない、つぶつぶのミンチがもう喉に挟まって終わるやん。テトリスみたいなら喉の中で、ああ四角しかこやんなーみたいな、ああ塞がったわ。ハリケンがカレーは食べ物って言ってた、あじゃあ食べ物や。すいませんでした皆さん。福岡代表ハリケン、昨日あのストリートファイターの笹さんのチームの顔合わせ見てて、ちょっとストファイやりたくなったわ。格ゲー歴は中学生の時にいとこの家で Wii のスマブラ X やって 1v1 やのに終点じゃなくて神殿毎回選んで、ピットで逃げ回って距離取って矢打つことばっかりやってたのは、格ゲー歴に入るならそれやね。近距離来たらいや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 って言ってで逃げて、だから戦いが始まるタイミングがスマッシュボールみたいな、あの虹色のやつ取ったタイミングだけやねんな。でも今はマジでタルコフにちょっと脳みそを破壊されてるからさ、次のワイプぐらいから多分俺雑談配信とかロシア語になるかもしれん。そうなったらみんなにも勉強してもらわないといけないんやけど、すまんね。そうなった場合はあの日本語タグも消えますね。日本語になると思う、あのタグが。日本語じゃなくてタグが日本語。ロシア人も見てます。いや、なぎみそって思いっきり書いてある日本語で。のからばおわわずや。おっぱちき。おっぱちきだけ俺言えるで。意味は知らん。おっぱい好きって意味なのかな、わからんけど。